フリートベルク上博としての肖像が、ベッテラウ博物館像、フランツ・ハインリヒ・ケメラー・フォン・ボルムス、フライ・ヘア・フォン・ウント・ツー、ダールベルクは、ドイツの貴族、行政官、男爵。ボルフガング・エーバーハルトニセイ・フォン、ダールベルク男爵と、男爵霊嬢、マリアンナ・フォン・グラウフェンクラウツ・フォルラーツの間の、息子。父は、プファルツ選定校の数密顧問官。 マンハイム宮廷の自従長、マインズ選定公領のオッペンハイムの行政長官であり、1734年には神聖ローマ皇帝の数密顧問官となった人物である。1755年、ヘッセン地方の帝国自由都市フリートベルクに設定されたフリートベルク城白領の白白に任命され、フリートベルク城に入った。さらに、ボルムスの行政長官を兼ね、 オッペンハイムの上級行政官を務めた。また、プファルツ選定校に宮廷劇場監督としても仕えた。男爵令状、マリア・ゾフィー・アンナ・フォン・エリツ・ケンペニヒと結婚し、4人の子を設けた。ありがとうございます。